れるべく本当に努力しております。一日にして変わることなどなかなかできるものではない。しかし今執行部が50代に若返り先頭になって、国民の皆さん方が今一体何を望んでいるのか、私はデフレの克服だと。そして中山間地域においては農業あるいは漁業から離業しないで住める環境をどうやって作るか、地域をどうやって守っていくのか、そういう視点が今の民主党政権には欠けている。私たちは絶えずしっかりと反省をして皆様方の立場に立って、これから野党ではありますけれども国政に挑んでまいります。よろしくお願いいたします。綺麗にはなったけど良くなったのか、そしてこの街をどう